日本ではイノシシやクマやシカ、サルなどの野生動物が住宅街で目撃されることが多くあります。海外でも同じように野生動物が住宅街で目撃されることがありますが、時にとても珍しい動物がやってくることがあるようです。今回は玄関先にやってきたボブキャットと大山猫の親子の話をお伝えします。カナダ・アルバータ州カルガリー地区の住宅街で目撃情報が多いのはボブキャット。ボブキャットは猫科大山猫族に属する中型獣です。中型の大山猫のような外観を持ち、カナダ大山猫よりは小さいのですが、大型の家猫の2倍くらいの大きさです。この地区で玄関のガラス窓を掃除しようとしていたキャサリン・ライフェンシュタインさんの目に飛び込んできたのは、猫にしてはやけに大型なボブキャットファミリーでした。ボブキャットの子猫が玄関先でガラスのドアをカシカシしていました。見たこともない山猫族にびっくりしたキャサリンさんは、この珍しい光景を記録に残そうとすぐにスマホを手にしました。興味深そうに家の中を見入る子猫たち。こんなに小さくても山猫、その姿は家猫とはやはり違います。しかし可愛さ無限大なのは共通しているようです。家の中を覗き込み、しばらくするとその場を去っていったそうです。それにしても子供たちを引き連れて民家を訪れるほどに、ボブキャットは人に慣れているのでしょうか。実はこの地域では何年にもわたってボブキャットの目撃例が報告されているそうです。ケルビングローブの民家の裏庭のフェンスにいたり、フィッシュクリーク公園近くの民家の裏庭で寝ていたボブキャットが目撃されています。カルガリー警察の話によると、ボブキャットがこの辺に出没することはたびたびあっても、人やペットを傷つけたという被害は全く報告されていないので、アルバータ州魚類野生生物局がボブキャットをこのままの状態にしているそうです。続いての話は、玄関先で無邪気に遊んでいる大山猫の子猫たちと出会った一人の写真家との話です。アラスカ州アンカレッジに住む写真家のティム・ニュートンさんは、早朝に玄関先で何かが走り回る音で目を覚ましました。外を確認してみると、なんとそこには大山猫の子猫がいたのです。驚くことに、一匹だけでなく、なんと8匹の大山猫の家族が走り回っていて、まるで玄関前でパーティーをしているかのように見えたといいます。私はこれまでのアラスカでの生活の中でほんの数回見てきましたが、すべて5秒未満でした。彼らが私の家のベランダで遊んでいたのは本当に不思議で奇跡的な光景でした。とティムさんは話しています。ある日、ティムさんは彼の家の外で馴染みのない騒音によって目が覚めました。ベランダから何かが走り回っているような音が聞こえましたが、これまでに聞いたことのないような音でした。足音は非常に速かったです。とティムさん。ティムさんは起き上がり、調べるために窓の外を見ました。ゆっくりとカーテンを開けると、見えた光景に驚いたそうです。なんてことだ、猫がいる。しかし、ティムさんは国内の普通の猫だと思っていたそうです。猫たちはわずか60センチほどの距離で、ベランダの向こう側でお互いに追いかけっこをしていたそうです。よく見てみると、猫たちの耳には長い毛があるのに気づきました。足は顔と同じ大きさでした。そして彼らは普通の性病と同じ大きさの大山猫の子猫であることに気づきました。アマチュアの風景写真家として、ティムさんは本能的にカメラを掴んで、すべてのカーテンが開けられた家の南側に行きました。そして、
窓へ慎重に近づき、写真を撮り始めました。彼らはティムさんが知らなかった行動や遊び心を持っていたそうです。大山猫の子猫たちはベランダを飛び回っていて、お互いにほとんどノンストップで遊んでいました。彼らは痩せた体をしていてもたくさんのエネルギーを持っていました。子猫たちが姿を消してしまう前にと、ティムさんは数分間カメラを握りしめていたそうです。その後、ティムさんは自分の運を使い果たし、彼らはもういなくなったと思っていました。そしてこの壮大な生き物をもう一度見たいと思いドアに行きましたが、その姿はありませんでした。ところが網戸を閉めようとしていると、茂みの後ろから何やら音が聞こえました。それは大山猫のお母さんでした。家の猫の鳴き声のようには聞こえませんでしたが、母猫はニャオと鳴いたそうです。ティムさんは母猫がずっと茂みに隠れていたことに気づきました。そして網戸の後ろに立っていた時、大山猫の子猫は一匹ずつベランダに飛び乗ってきたのです。ティムさんは信じられず、再びシャッターを押し始めました。子猫たちはシャッター音に興味を持ち、音源の位置を突き止めようとし始めました。結局、母猫もシャッター音が気になり、子猫をベランダに追いやりました。彼らは私がいた場所から約150から200センチ離れたところに立っていました。5から10秒間画面を通してできる最高のものを撮影しようとしました。母猫はちょっと私を見て周りを確認し、最後に彼らは危険がないと判断するとベランダに戻ってきて再び遊び始めました、とティムさんは話しています。この時点でティムさんは家の中から100枚以上の写真を撮っていたそうです。ティムさんは網戸や窓なしで写真を手に入れる方法を考えていました。そうするためには外に出なければなりません。階段がベランダにつながったところまで行きましたが、芝生の上にある茂みの裏にいる母猫を見ることができました。私は完全には防備していなかったし、気をつけないといけないと分かっていたので、できるだけゆっくり動きました、とティムさん。ほぼベランダにまで降りると、家族を邪魔しないようにできるだけ静かに大山猫の撮影を再開しました。しかし一匹の子猫がティムさんに近づき、持っていたカメラに興味を持ち始めたそうです。ティムさんはこの特別な瞬間を撮影しながらその場から離れましたが、子猫はティムさんに向かって歩み始めました。ティムさんはその時点でとても興奮していたそうですが、何らかの理由でカメラを顔から離すと、ティムさんと目が合った子猫は驚いたのか、ベランダの向こう側に行ってしまったそうです。数分後、子猫たちはパーティーが終わると母猫のもとへ帰っていきました。そして母猫の周りに集まり、丘の向こう側へと歩いていったそうです。ティムさんは信じられないような40分間、素晴らしい8匹の大山猫の家族とのそのような密接な遭遇ができるとは想像していませんでした。再び彼らに遭遇することを期待していませんが、いつかこれらの大山猫の子猫が戻ってきてくれることを望んでいるそうです。日本でも昔は野生の大山猫がいたそうですが、その後絶滅し、今では動物園などに行かないと目にすることはできませんが、海外では大山猫が住宅街で発見されたり、母猫とはぐれた大山猫の子猫が保護されることがあるようです。野生動物が自宅にやってくるなんて驚きですが、なかなか近くで見ることのない野生動物の親子と突然の訪問で出会えるというのもスリルがありながらも喜ばしいことですね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。